宝永五年に発行された十分線である。江戸時代当時は大銭と呼ばれた。千文は、宝久し通り宝であり、背には永久世用とい込まれ、その四時間のいずれか一箇所に、陳の極印が打たれている。今日の収集家は、もっぱら四種すべての種類集めることを目指している。しかしその流通とは裏腹であった。 中造期間が1年以内と短いものであったが、末尾の、宝字のうか無りの第二角が長いものと短いものが存在し、それぞれ新、新館、朝館と呼ばれ、両目は、それぞれ、2.5問目、2.3問目と、朝館の方が軽い。これは、抽選利益が上がらず、途中から両目を縮小したためと言われる。また、新館には、久し寺の縦角が垂直な、 ただなと呼ばれる手代わりが存在する。写真のものは、新刊の通常のものである。また、宝久志通り宝には、宝永四年に試みされた、左右に、宝久志の二文字と裏面に、万世通用がい古まれた二字、宝久志、及び上下に、永重と裏面に、永代がい古まれた二字永重と呼ばれる、支柱貨幣が存在する。慶長年間に最盛期であった金銀の産出は、 官営年間を過ぎた頃から、陰りが見え始め、変わって、元六年間に算出が流星を極めたのが、足尾銅山及び、別紙銅山からの銅の産出であった。一方、貿易決済としての小判を呼び、超銀の流出はやむことがなく、通貨の絶対量の不足が深刻となってきた。このため幕府は、鎖国を行い何度も、金銀の輸出禁止令を出したが、 全く効果を上げるものではなかった。そこで、幕府は、全国の銅山から産出される銅を、大阪の銅吹き屋に集め厳しく管理し、金銀の代わりに銅を輸出することとした。当初幕府は、銅の産出が次第に増加するものと見込んでいたが、産出のピークは、元六年間であった。このため輸出用の五用銅は、不足し、また、軽調金銀から、 元禄金銀及び法営金銀への吹き替えによる金銀化の品位低下及び経済発展による戦火不足から戦争場の高騰を招き元禄年間終盤から法営年間諸島にかけて一両イコール3700分前後をつけるに至ったそこで戦争場の抑制及び同時金の不足解消を目的に官営通り だから和文銭の目方が1問目から0.7から0.8問目に減税られ、さらに十分線の中造が堅議された。またこの時期に相次いで起こった自然災害、すなわち元禄地震、宝永地震及び、 富士山噴火被害による幕府の財政逼迫も、銭らの運上による利益を目的とする大銭、すなわち宝久し通り宝中蔵に至らしめた一員と言える。京都の糸ワップ都市より、長崎や中七、菱士や五兵、サメ屋、サブロベ清水宗則ら糸ワップ仲間が抽選を幕府に願い出て、稲垣津島守重富の計らいにより、 大銭の中造を受け負うこととなった。法営4年11月19日、中根節つもりが、西町奉行所にて大銭中造の件を経銭座に、命ぜられた旨を申し渡し、翌年の法営5年2月21日から京都、七条で十分線の中造を開始した。法営5年うる正月28日付の参加条から、なる通用触れ書きが、江戸より京都に、到来。 2月8日付で、京都町奉行から京都駐在の大官小堀二え門ほか5人の大官に報告され、2月10日付で、交付された。これは、1両イコール3.9から4巻分より、高下なく大銭を差し混ぜて通用すべきとの、触れ書きであった。通用は、法営5年4月からとされた。お触れ書き1今度京都銭座にて大銭にできそうろう。 世間通用のために、交換、諸国難方によらず、売買受け取り方無体ただいままでの新選に、公へ、通用化さる行ただし、大銭一線は、ただいまの十線に当たり工事一ただいままでの新選。相場金一両に、千三貫九百分より四貫分までのつもりに定め、夫より、公ゲームの様相守り、大銭を作公へ、通用化仕事不大戦あたり四月より、 通用化し候こと。一大銭外にて、ニセコシライ公社おなりのは、片目局時事、宝久子ごね年2月10日銭座では、官営通り、宝の中造工の約1割を運上として幕府に収めるのが慣公であったが、京都五役所向き大概覚書によれば、この大銭中造においては1か年10万貫分を中造し、うち5万貫分を運上すると定められたが、 このうち47。750貫分が上納され、残り250貫分は、到着前に通用停止となったため、上納されなかったという。この宝久し通り宝は、両目二問目五分程度すなわち官営通り、宝二枚半程度の銅線であり、また、金銭の計算に不便であったことなどから市場での、評判は、すこぶるは歩く、両外症も、 苦情を申し立てる始末であった。これは、当時銭サ氏を、小白宝と称して官営通り、宝数ずふみ線96枚の束を持って百分と、する歓行から、この銭サ氏が、銀一文目である場合、十分線十枚の時は、銀一文目零四日六六六と換算しなければならず、銀立ての価格のものを銭で払う場合計算が、煩雑であったことによる、 幕府は、稲垣津島守の、ごと御書付けとして、法営5年9月、及び12月に再度届りなく通用するよう、命じたが、全く効果はなかった。佐藤市一大銭の義仙脱寺愛ブレコード折、愛心へ、金銀小銭堂前に、渡る無体化、松室通用寺一御両資料とも、年貢収納等にも、大銭差し高校様に、御両者五代官。 資料はそのところの地頭か申し渡しこと右の道赤、愛、神物なり五大将軍、徳川綱吉が没してほどなく、徳川家信により、生類やれみの霊の廃止とともに悪評であった、大銭も抽選停止とされ、通用も停止された。法永6年一1月17日の大銭停止の触れは、江戸より到来した旨が、正月23日付で、 京都町奉行から小堀に右衛門ほか五人の代官に、通告された。大銭に愛止めを触れ人せんだって日やおぐつけこう。大銭のぎ通用。松室南十下ゲ,ゲ迷惑思考につけ。向かい通用愛止めように。今度日やおぐつけこう。かつまた三倉よりで揃ろ大銭は、おいおいお引き換えかなり小胸ね。町中商売ににえ、念入りか申し渡し工事。 だから英六うどし正月23日京都七条ゼニ銭は上納した47,750巻分を返還請求できず、大損害を被ることとなった。また、市中の大銭には、引き換えが延期された上に、近世権文集では、京法8年に大銭1枚は、銭7分に引き換えられたとある。新洋家平論者である勘定奉行のおぎわら、でさえ、 この大銭のことはよからぬことと申したとのことである。明治維新には、長銀、豆板銀は銀目廃止で以前に通用停止とされたものも含めて、両単位の貨幣により、レートが定められて交換され、他のほとんどの貨幣は、以前に通用停止とされたものも含めて進化による、交換レート、通用価値が定められたのに対し、法営通報については進化による、 交換例と通用価値は定められなかった。ありがとうございます。